目覚まし8週刊文春松本人志第4弾報道を伝える谷原章介今度は実名顔出し新証言です。フジテレビ系目覚まし8月曜から金曜午前8時は25日お笑いコンビダウンタウン松本人志が飲み会で性的行為などを強要したとの疑惑を報じている週刊文春がこの日発売の最新号で第4弾を報じたことを伝えた。文春は松本人志さんから19歳の夏に元タレントが実名顔出し告発との見出しで疑惑の第4弾を報じているが、番組では元タレントの女性が実名を公表し顔を出して過去の出来事を語ったのですと紹介した。MC で俳優の谷原章介は松本人志さんをめぐって新たな動き、今度は実名顔出し新証言ですとコメントし、番組は文春の記事、さらには松本が出版元文藝春秋への名誉毀損、毀損による損害賠償などを求め東京地裁に提訴したことなど一連の松本をめぐる様々な動きを伝えた。この件に対する外国人の反応は以下の通り。松ちゃんは昔から風俗ネタやナンパネタを普通に話してたから時代が変わりもう今は NG となってしまった。そんなつもりはなかったが通用しない今、裁判を長引かせるのは悪手な気がする。今後もどんどん強要された、嫌な目にあったと被害者と思われる人たちが出てきて、結局松ちゃんのイメージだけじゃなく後輩芸人まで芋づる式に飛び火するのが目に見えてる。娘さんには父親が性加害者の印象が強くなるだけで世間の目がどんどん厳しくなりそう。例えば過去の渡部や宮迫の不貞行為の時しかり、仮にこの件についても松本さんがワイドナショーのような番組でコメントする側だとすると、当事者は一刻も早く公に出てきて会見した方がいいと言いそうなものだけど、当の本人が当事者になると全く票には出てこないんだな。まあ裁判など諸事情はあるんだろうけど、19歳、つまりは未成年だったというところがポイントかな。こうした後追い記事の出され方では未成年や売春行為は致命的となる。今は後輩芸人が集めた素人やタレントの卵のような表現だが、プロのお姉さんを金で集めたとなれば、第1弾の記事についての訴訟だとしても長期間裁判する中で出てきたら心証も悪くなるし厳しい。吉本興業もスポンサーの外圧に耐えられず切り離しにシフトしているように見える。吉本興業には6000人の所属タレントがおり、番組、イベント、取材、代理店、スポンサーへの影響を考えたらそうなっても不思議じゃない。吉本側が顧問弁護士使った弁護団とせずに外の弁護士としたようだ。下手したら吉本側と松本側が訴訟になる可能性だってある。吉本興業は外部からコンプライアンスを指摘され、もう松本人志を切り捨てたな。芸能界問題になったら吉本興業も危ないからね。性行為があったら松本人志は負けると言っていた。初めて会って数時間で性行為に至ることは不自然で、松本は裁判で説明しなければならない。そうなると勝つ見込みはないと言っていた。もともと松本さんに女性関係にクリーンなイメージはないですが、こういった遊び方って昔は今もかもしれないですがされていた業界はあると思うので、ヒヤヒヤしている人もいるでしょうね。松本さんだけが取り上げられてしまっているけど、超有名人だから記事になって稼げるだけで、そこまで有名じゃない人についても今は SNS で簡単に世の中に出すことができるから、どこまで広がっていくのか気になります。この方の話はもともと知られてたことでもあるし、運良く被害からは逃れられてる性的な意味ではので、進出の情報としてはインパクトは低いけど、こうやって古い話であっても証言者が増えてその内容に矛盾がないとなると裁判でも不利になるだろうし、刑事じゃないので時効は関係なし、それ以上に復帰の可能性がどんどん厳しくなるだろうな。最初から無条件降伏していればタレント生命は助かったかもしれないけど、頭を下げてまで痛くなかったのかも。普通とんでもない金持ちになると次に求めるものって名誉や人から尊敬されたいって、お金で簡単に得られないものだと思うよ。なぜかって100億円あっても60歳の人がこの先健康年齢のうちにそのお金どう生かすのか。
って話、あの世に持っていけないし家族に残すだけ、それでもドケチでも構わないけど、それならドケチな遊びして他人を不愉快にさせちゃかっこ悪いよね。まあお金の使い方は自由だけど哀れみを感じる。お金持ちへの羨望もあるけど、 W 第5弾第6弾と出てくるんでしょうね。多分 TV 局関係者も事務所も松本や取り巻きの芸人たちがこういう女性の人権を無視するような飲み方をしているということを薄々気づいていただろうということです。松本が自分で話していたそうですし、後輩たちもかなり話していたそうですし、気づいてなかったは通りませんよ。気づいていながらチヤホヤしてきたことが問題だと思います。文春に任せるのではなくて TV 局自らが調査して追及するべきではないですか。ジャニーズ問題の時に反省の弁を述べてたじゃないですか。あれは嘘だったのですか。各テレビ局の社長さん、各ニュース番組の MC さん、週刊文春は相手が否定したり攻撃的に来るといくらでも情報を出してきます。まだ情報はあると見るのが妥当です。裁判用の新情報を持っていることも考えられます。証言や状況証拠が出てくる中でやっていないことを証明することは大変難しいです。さらに裁判で確実に勝てる保証があってもダメージは大きい。悪いイメージのみが先行してしまう可能性すらある。男女間の問題なのでどちらが 100% ということはないかもしれませんが、早めにこの事態を収束させる方に向かった方が得策でしょう。第4弾ネットで書かれてる大塚さんの証言拝見しました。松ちゃんならやりそうな感じだと思いましたが、大塚さんは毅然と断っています。まあ松ちゃんも断られて罵声を浴びせてかっこ悪いことこの上ないですが、他の女性もこれぐらいしっかりしないと厳しい世の中乗り切れないと思います。いつもこんな感じで性的関係を迫っていたとするならば、性加害認定までは難しいのでは。ただ犯罪までは言ってなくても女性に不快な思いをさせているのは事実。文春ではなく女性たちに誠心誠意謝罪と道義的責任から金銭的なことをしてあげてほしいです。こんな感じで迫って断られたら罵声が事実なら復帰は恥ずかしく難しいのでは。仮に復帰しても格好悪すぎてカリスマ性は低下、以前のような人気は無理でしょう。報道通りであれば、松ちゃんのやり口は尊敬する新助と同じ。周りの若手、後輩、業界関係者から場を作ってもらう。レギュラー番組たくさん持ってるのも、マリエの時、他マスコミはスルーする中、文春は当時も報道。今回はその時のリベンジだったら力入ってるかも。ジャニーズのこともあったので、新助の時とは状況が違うし、新助は黙ったまま引退したけど、松ちゃんも同じ道進むのかな。進退どうするにしても、松ちゃんは言うべきこと言ってほしいな。これで新助は復活難しくなるやろうけど、被害を受けた女性の方々は何年前だろうが、この機会に海外のように告発できるようになればいいのに。犯罪すれすれのグレーな部分は警察も介入できないし、でも被害に遭って心に傷を負った人はそのずっと嫌な気持ちを抱いたまま泣き寝入りになる。事実無根の人に次々と被害者が名乗り出るなんてありえないから、罪を認めて謝罪した方がいい。本人に自覚なくしてたことでも相手にとっては深く傷ついた事実がある。松本がいなくてもいくらでもタレントはいる。新助引退の時も大騒ぎしたが、今はテレビ界に何の影響もなく新しいタレントが引き継いでいる。タレント頼みのテレビ業界人気芸能人を使って楽に視聴率を稼ごうとする努力のなさ。次々新人のタレントを発掘して一人のタレントに数百億円も稼がす必要があるのか。マスコミ、テレビ業界は安逸すぎる。時代が変わるって怖いね。若い人は知らんかもしれないが、一昔前から騒ぎになる番組があってだね。オーディションで募った自称恋愛経験豊富な女性たちがやれ芸能人と合コンし、ただの関係もただのと深夜とはいえ公共の電波で、それはもう武勇伝家のごとく競って話していたものだ。
女性の中にも芸能人と少しでも深く関わるのはある種のステータスと思っている人が一定数いるのは否定のしようがないわけで、そういう場を開催する男性芸能人側もそう思ってしまっているから、参加した女性はみんな OK みたいに勘違いしてしまったんだろうね。それなりに長期間続いた番組だったよね。なぜ当時一般女性の総以下のごとく発言するな的なクレームがなかったのかね。その時代にそっち側にいた女性が今になって被害者化をすることがないとは言えないのは恐ろしいね。事実はわからないけど、どっちにしろ会見はした方が良いと思う。雲隠れのままでこのままいなくなって忘れられるのを待ってるのかわからないけど、後輩や巻き込まれてた人も当の本人が何か言ってくれないと動きが取れないんじゃないかな。